ていうんですか、2曲目の曲が私わからないので。あ、2曲目のティンサグの花っていう曲ですか。はい、はい、なので続きは、じゃあ曲、ここで曲1曲いきたいと思います。どうぞみたいな感じで言っていただければすぐ流しますので。はい。で、じゃあ、絞ったのを見て。あ、もう1分前です。すいません。ちょっとだけ、あの CM すぐなんで、ちょっと確認してもらっていいですか。はい。今日撮ったばっかだからね。はい、すっごい怖い、お願いします。バタバタで怖い怖い怖い、はい、こんな感じで手で合図します。はい、はい、はい、6、5秒前、4、3、2、1、ビコンシャスパラダイス。開局から早1ヶ月、ビコンシャスパラダイスもやっとですね、今日からスタートできます。とってもこの日を楽しみにしておりました。はい、この番組はですね、東京と沖縄宜野湾市でビューティースクールを運営しております。ビコンシャスグループ秋トータルビューティースクール、私秋が月に1回の生放送と収録を再放送を含めて毎週月曜日夜8時にお届けいたします。番組についてですね、ちょっとご説明させていただきます。番組前半のコーナーはリンクリンクリンク、美容に関する、お話ばかりではなくですね、日常の出来事やお得情報、そして、本当の生徒さんやお客様にも、沖縄の情報をお届けできたらいいなと思っております。リンクつながっていくっていうことをテーマにですね、生徒さんやお客様などビコンシャスに関わるいろんな方をゲストにお迎えしてご紹介をしてまいります。それから番組後半には毎回東京と電話をつないで美容師免許取得の方法や美容について、時にはですね、全く関係ない話も楽しく発信していきたいと思います。ヒロ先生の NA4 ダッシュのコーナーがございます。最後までお楽しみください。この番組ではメッセージを募集しております。メールアドレスは797@fmginowan.com、 797@fmginowan.com。 また、FM ギノワンではユーストリームで映像と音声をネット配信しております。FM ギノワンのホームページから見ることもできますので、そちらからもお楽しみください。ツイッターも連動しておりますので、たくさんツイートしてくださいね。よろしくお願いいたします。それからですね、秋トータルビューティースクールのホームページからも FM ギノワンに、リンクしております。秋トータルビューティースクールで検索ください。アドレスは、秋、スクールでも、検索いただけます。本日はですね、実はもうすでに、2本収録がありました。結構話しすぎてですね、今何を言ってるのかよくわからない状態なんですけれども、これからもですね、収録でもいろんな、生徒さんをお呼びしたりとかですね、それから、いろんなゲストの人と電話で収録もつなげていきたいかなというふうに思っております。それではですね、この辺で1曲お届けしたいと思います。初回ですので、もちろんこの曲です。グルービングパパコンが歌うビコンシャスパラダイス。
again。このぐらいです、はい、残り20秒です。残り10秒です。リンクリンクリンク、はい、このコーナーはですね、リンクつながるをテーマに、ビコンシャスが関わるさまざまな方をゲストにお迎えしたり、東京からですね本土から、沖縄へ日常生活のいろんな出来事を発信リンクしていきます。今日のリンクリンクリンクは、ビコンシャスのテーマソング、オープニングにも使わせていただいております。今1曲ですね、聴いていただきました。このテーマソングを作っていただきましたグルービングパパゴンさんのご紹介をさせていただきます。実はですね、5年ほど前に私の方が、昭和のアイドルみたいな曲でビコンシャスのテーマソングを作ってほしいと相談しました。そして作っていただいたのがこのビコンシャスパラダイスですね。ビコンシャスグループはもともとエステティックサロンからスタートしております。現在は秋のプライベートサロンビコンシャスプラチナルームがアンテナショップになっております。で、先ほど歌詞の中にあったスタイリッシュなプラチナルームとはこの秋のお店のことですね。はい、実際にスタイリッシュかどうかは、いずれこのコーナーにですね、ビコンシャスのお客様をゲストにお迎えしてお聞きしてみたいと思います。本日番組がスタートということで、Facebook や LINE、サロンでもですね、もうずっとめちゃくちゃにですね、PR をしてまいりました。聞いていただいているのではないかというふうに思います。プラチナルームのですね、エステのベッドの前にも FM ギノワさんのポスターをですね、ベタッと貼らせていただいておりましたので、聞いていただいているんじゃないかなというふうに思います。ビコンシャスのお客様ですね、スタイリッシュかどうか、プラチナルームがスタイリッシュかどうか、ぜひメッセージをください。お笑いの部分ではないところでもかなりいい線は引いてるのではないかというふうに思いますので、メッセージをいただけたらと思います。それではですね、早速グルービングパパゴンさんのご紹介をさせていただきたいと思います。ビコンシャスパラダイスを作ってくれたグルービングパパゴンさんへリンクいたします。グルービングパパゴンは東京都内を中心に活動していたパンクバンドです。
いや実はですね、偶然なんですけども、現在兄さんことリーダーは沖縄県渡嘉敷島でペンションを営みながら音楽制、制作活動をしているとの情報をゲットしました。はい。でサブボーカルとコーラスを担当の姉さんはですね、東京都の八王子市、まあ、こちらあの秋の地元でもあるんですけどね、八王子市でライブバーを経営しております。ライブバーグルービングママゴン、略してグルママですね、グルママを経営なさっております。秋も何度かですねお邪魔して楽しませていただいて、まあ、感動的だったのはですね、これから行くよって電話しといたら、いきなり入ったらお店にうちのテーマソングが流れてたという、とっても嬉しいアクシデントがありました。もちろんその晩は酔っ払いましたけれども、はい、それからですね、東京から、沖縄渡嘉敷という方や、沖縄から東京へ旅行してみたいかなという方がいらっしゃいましたら、ぜひですね、兄さん姉さんのところにお立ち寄りいただいたらと、私も嬉しいですね。まさにですね、1回目のリンクリンクリンクにふさわしいお二人、グルーミングパパゴンのご紹介でした。それからですね、来月12月の生放送のリンクリンクリンクについてちょっと前情報をですねお伝えしておきたいかなというふうに思っております。この番組は、もう私秋自身がですね東京沖縄間を毎月行ったり来たりしておりますので、毎回生放送というわけはいかないんですね。で月に1回の生放送なんですけども、来月12月の生放送のリンクリンクリンクはですね、私が所属しております、東京で所属しております八王子商工会議所女性経営者の会シルクレイズの、沖縄県初の会員である女性カメラマン中曽根美幸さんという方がいらっしゃるんですけども、彼女をですねゲストにお迎えして、シルクレイズ、この女性経営者の会には実はゆるキャラがおります。松姫マッピーというゆるキャラなんですけれども、松姫マッピーにリンクしてみたいと思っております。実はですねこのマッピーテーマソングがあります。美行者さんのテーマソングも素晴らしいんですけども、マッピーのテーマソングもすごくノリが良くてですね、実はダンスもあります。番組ではですねマッピーのテーマソングもお届けしますので、お楽しみにしておいてください。テンションが上がったら私も踊っちゃおうかなって思っております。はい、ヒロ先生のですねこの後 NFO ダッシュのコーナーに入る前に、もう一曲ですねお届けしたいと思います。それではお聴きください。
頃にゆっくり染めてくのよ。私も実は初めて聞いたんですけど、ちょっとまったりさせていただきました。はい、ではここからは元気にですね、続きましてヒロ先生の NA4DASH のお時間です。東京におりますヒロ先生とお電話をつなげてみたいと思います。もしもし、まだはい、もしもーし。もしもーし。ヒロ先生ですか？ちょっとなんか音楽流れてる時に油断しすぎでしょ。あ、そうですか。すいません。はい。こんばんは。見てた。鼻ほじってたでしょ。そんなことしてません。こんばんは。こんばんは。お疲れ様でございます。お疲れ様です。はい。まずは自己紹介をお願いいたします。はい。竹中ヒロです。国家試験の担当をしております。何の国家試験の担当ですか？美容師の国家試験です。調理師とかじゃないんですか？それでもいいですよ。あ、そうですか。はい。もうちょっとなんか喋ってくださいよ。毎回自己紹介はしつこく振らせていただきますので。しつこく？はい。いやもうさ、待ってる間かじかんじゃってさ。どこにいらっしゃるんですか？都内某所の公園ですね。あ、怪しいですね。私寒いったらですね、東京雨だったんですかね。今聞こうかと思ったんですけど、先に喋らないでくださいよ。私も今朝早くですね、沖縄入りをさせていただいたんですけども、東京の天気はどうですかと、まさか雪とか降ってないですよねって今振ろうかと思ったところで、先に喋らないでくださいよ。雪降ってます。やっぱり雪だよ。もう足が冷たくてしょうがない。いやもういいですか、スルーさせていただきまして。ですね、先生、初めての放送なんですよ、はい、今日。おめでとうございます。ありがとうございます。結構すごい緊張してます。なんちゃって鼻ほじってるじゃないか。だからほじってないですから。初めての放送ということもありますので、はい、今日はですね、ヒロ先生も2回沖縄に来ていただいたじゃないですか。2回行きましたね。はい、はい、沖縄の感想とかですね、本当のなんかちょっと余談なんですけど、今日昼間収録させていただいた時にね、はいはい、私たち普通に内地内地って言うじゃないですか。はいはいはい。なんか内地って通じないんですってね。だから本当って言ってくださいって言われたんですけど、違ったみたいです、ね。内地って言われて沖縄の言葉でしょ。そうだったみたいです。知らなかったですよ、私。沖縄の言葉でしょ。
あ、ただそれはすいませんでした。なので東京の方とかね、関西の方とかに向けて、沖縄旅行ならここがおすすめとか、これは食べといてとかあったら教えていただけますか。沖縄旅行でいいとこですか。はい。まあいろいろあるんで悩んじゃうんですけど、あんまりありきたりなところ言わないでください。どこが良かったです。ありきたりなところ言うな。はい。結構難しいな。氷島って言おうと思ったのにな。いいですね。オリオンビール工場も良かったね。オリオンビール工場、そうです。先生、お酒、ビール飲めたから良かったでしょ。いや、そんなこと一滴も飲んでないですよ。僕、お酒飲めないですから。私に運転してけって言って、私運転手で私の分も飲んだじゃないですか。私、おかげでノンアルになりましたけど。飲んだような、飲んでないような。覚えてないな。帰りは車の中で寝てましたもんね。ああ、だからか。はい。食べ物とかはどうですか。何が美味しかったですか。食べ物も。これは食べとくべきっていうのは。偽ゼビースターラーメンですかね。そこ行っちゃいますか。あれ、このちょっとあれ、名前なんていうんですかね。名前なんて、名前なんていうんですかね、あれ。私はお土産で間違って買ってたやつですよね。あれ、オッコのやつです、オッコのやつ。ああ、そうですね。あれ美味しいですよね。あれうまいですよ。今も食べましたよ。そうですか。東京でも食べてるんですね。じゃあそれ、なくなったら買いに沖縄に行くと。次回までにそれ名前調べておいてくださいよ。ああ、わかりました。はい。で、そういえば先生、ずっと2回目の沖縄入りなさる前に、ずっとグルクン食べたい、グルクン食べたい、グルクン食べたい、ずっとおっしゃってましたよね。そうだよ。だってホームページの中に調べたもん。そうですよね。あんな美味しそうなのになかなか食べられなかったっていうね。そうですよね。で、私も意地悪くね、写メ送ったりとかしてね。そうね。本当だよ。で、うちの、スクールの隣の居酒屋さんで、やっとね、そうそうそう、やっとここにはあるからって言ったんですよね。うん、なかったじゃん。なかったんですよね。もうどんだけもたたられてるんでしょうね、グル君ね。あれはそう。根に持ってる。根に持ってますよね。なんでだ、本当に前回行った時はあったんですよ、唐揚げ。嘘じゃないんですよ。この日に行かなきゃないじゃん、だって。どうなんだ、結局ね、食べられたのが、三栄のお惣菜コーナーだったみたいな、ね。三栄、そうそう。そういうオチでしたね。そうそうそう。三栄様様だよ、ほんと。ほんとですね。あそこで売ってなかったら食べられなかったってことですよね。そうだよ。まだ根に持ってるよ、そしたら。そうですね。まあ、次回は、ぜひ、食べてください。そうですね。はい。生のグルクンが食べたいですね。え、でもグルクンお刺身あるですよね。ホームページでは載ってましたよ。私もね、お刺身はね、まだいただいたことないですね。食べなきゃダメですよ。そうですね。食べたことないです、はい。じゃあ次の、楽しみですね。はい。お願いします。はい。話しててください。ちょっとなんか美容についてとか話してくださいよ。全然国家試験担当らしい話、何もしてないんですけど。あ、実は今日ね、美容師の国家試験の課題発表だったんですよ。はい、しますね。え、そうなんですか。で、今、わざとらしいですか。やめるわけねえだろ。そうだったんですか。じゃあ、ちょっとその辺、なんか話せる、話せる話だけでいいんですけど、何か振ってください。話せない話って別に何か、うちはネタみたい、下ネタないからね。もうちょっと巻き気味で喋ってください、先生。もう時間がないので。あ、はいはい、はい。次の国家試験は、はい、オリジナルウェブセッティングが課題になったんで、今、ね、美容から少し離れてる人は、特にチャンスだと思ってほしいんですよね。はい、まあ、もう出願の期間終わっちゃってるんでね。はい。もう願書を出してる人が対象になりますが、はい、今からやっても間に合う課題だと思います。なるほどですね。はい。はい。絶対合格ですね。先生は。合格ですよ。はい。僕先生が教えてくださるんですから。そうですよ。はい。沖縄行って教えなきゃね。そうですね。はい。で、私はですね、東京とか関西、はい、近畿、どこでもいいんですけど、はい、沖縄旅行を兼ねてですね、こちらで国家試験のお勉強とかね、うん、していただいたらいいかなと思います。だけだね。いいね。そうですね。いいですよね。で、先生、ぜひ。グルクン食べながらワイン飲むか。それそれ、もう個人的なことですから、皆さん合格に導いていただきたいと思います。はい。わかりました。はい。探してください。はい。それでは、広先生、お取り置きのですね、泡盛のキープが腐らないうちにまた沖縄に来てくださいね。
カーボンシックサブだろ。はい、では平先生どうもありがとうございました。はい、はい、じゃあ頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、ヒロ先生の NFO ダッシュ、次回の生放送はですね、12月の7日月曜日になります。お楽しみに。はい、さて、あっという間の30分でした。ビコンシャスパラダイスは月1回の生放送と月1回の収録を再放送を含めてお届け予定です。生放送の日程はビコンシャスのオフィシャルサイトでもご確認いただけます。ビコンシャス、美は美しいですね、漢字で、カタカナで、コンシャスで検索ください。はい、久しぶりというか1ヶ月ぶりに私も沖縄来ましたけれども、なかなか寒くなってまいりました。風邪などをひかないようにですね、皆さんお過ごしください。では、来週は収録ですけども、またお会いしたいと思います。お相手は秋トータルビューティースクールの秋でした。また来週お会いいたしましょう。ネイルがバイオ